はい、いきますよ。はい、はい、みこです。まこです。みこまこチャンネル、イエーイ、やってるやってる、イエーイ、上手上手。はい、はい、ということで、はい、今日は本日はノー編集トーク第2弾、はいはい、ということで、あんまりダラダラやってもあれなんで、はい、10分一本、10分一本勝負、よーいスタート。あー、はい、カン、はい、カンカン、はい、ね、あのコメントでさ、はい、よくあるのがまこの減量話を聞きたい。私の減量話、はい、まあ、大会が5月だったんで、うん、とりあえず今年入ったぐらいから、8時以降ご飯を食べないっていうことをやってたわけですよ。 OL のね、 OL のダイエットみたいな感じで。でもとりあえずそれで 1ヶ月半ぐらいで3キロぐらい落ちて、でそっから2月末から3月頭にかけて、さあどうしますかって先生に聞いたら、うん、じゃあもうそろそろやりましょうっつって、うん、糖質制限もなんかいろいろランクあるんですけど、まあもうほぼ 100% カットみたいな。糖質って何ですか？糖質っていうのはまあ炭水化物ですよね、うん、まあ簡単に言ったらご飯とかパンとか、パンとか、ええ、そういったあの穀物的なのを全てカット、うん、パスタも食べてなかったです。だからなるべくその、でもキャベツとかにもあの糖質入ってるんで、その辺はまあ勘弁してもらって、うん、とりあえず目に見える糖質カットをしてましたね。へえ、はい、基本ずっと最後まで、で10日に1回チートデーっていうのを授けまして、うん、好きなもの食べていい日を。パンばっか食ってたね。パンばっか食ってた。パンも食べたくなるんですよ不思議と。パン、それはさ、マコだから、みんな、いや、みんなって言ってましたね。糖質制限してる人、だいたいパン食べたくなりますよねって言ってた。変なじゃないよ。うん、なんかパンが食べたくなって、うん、毎回マック食べてたね。食べてた。毎回マックだけじゃなくてパンを、うん、食べてましたね。でもそんなもんです。まあ、あとは炭水化物をその代わり多めに取ったり、あと炭水化物を多め、ああごめん、タンパク質を多めに取ったり、うん、まあでも、うん、こっちおいで、うん、糖類もまあまああんまり良くない。糖類じゃねえや脂質も良くないので、うん、だからあんまり脂質の高いものを食べず、その牛とか豚とか、うん、なるべく、ね、脂質も低い鶏肉ばっかり食べてました、ね、鶏肉とサラダをメインに食べてましたね。あと、ね、ファンの人からMCT オイルという、うん、ココナッツ由来のオイルをもらって、ココナッツ由来のオイルもらったりしたんで、それ使って、うん、サラダダイエットドレッシング作ったりしてました。はい、はい、MCT オイルもう3分経過です。早い。あと何、明かりがね、こうやるときはね、もう絵本出せ、絵本を出せ、ここ開けろ、はい、そこ開けろってときにすごいの、明かり、はい、まず、まだこう引っ張る、何で、嫌だってなる、で、ここ引っ張る、ダメってなると、グワッてここまで入れて、グワッてプロレスラー、もう本当に、なんか介護でもさ、そうなんだよ、なんか浅いとさ、重いじゃん、だから深く入れて、腕の力使うみたいなさお母さんの技を使ってるわけだね。すごくない？なんかもうで、もう自分の好きなものを出させてさ、はい、やるわけですよ、はい、最近。あと何話します？お腹の赤ちゃんの、お腹の赤ちゃんの話、まあ、まだね、確定ではないけど、男の子じゃないかってことで、はい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 、動きがすごいね。あ、そう。なんか今まで明かりだとさ、まあ、足がここら辺にあって、はい、こっちばっかり蹴ってるなって思ったんだけど、はいはい、両方ビクンビクンって動くの。こうってこと？手と足ビクンって動くからだから私はエビが、大きなエビが入ってるで、お腹泳いでる、エビがこう、じゃないかなと思ってる。あ、そう。さっきヘッドバットしたもんね。そう、すごいよ、パッパッそう、いや、あかりも結構やんじゃったんでしょ、中で。そう、で、なんかお腹の中の動きと生まれてからは関係ないって言うんだけど、うん、足の力すごかったじゃん、あかり、お腹の中で、
で生まれてきたらさ、もう3ヶ月ぐらいでさ、こたつの天板を足で蹴飛ばしてました、ね、蹴飛ばしてたじゃん、蹴飛ばしてずらすぐらいのことしてたから、うん、だからじゃあこの子生まれたらどんな動きするんだと思ってこうだね、すごいね、ちょっと気持ち悪くない、怖いよ、ね、気持ち悪い、そう考えると気持ち悪い、ね、はい、でまだ出産グッズとかは、産後のグッズとかは用意してないんだけど、ね、してないですね。あかりさんが使ってたやつ使えるの？使えるでしょ、まあ小さいうちはさ、男の子女の子関係ないからさ、はいはい、下着とかはさ着せて使いましょう。でもね、もうちょっとした時のお洋服とかさ、そう、あ、あかりこの間1歳半検診、ああ行ってきました、行ってきた、全然何の検査もしないのね、はい、なんかさ他のさ YouTube とかのチャンネル見てると、積み木積んでとか、はいはい、お絵描きやらされてとかで、ちょっとなんか引っかかっちゃいましたみたいなのあるけど、なんか各病院でやるじゃん、はいはい、健康サポートセンターとかじゃなくて、はい、だからなんか病院によって全然違うんだなと思って、だって測っただけだもんね、そうだね、身長体重、そう、遠い脅威、そうだけだね、そうだね、あと何かありますか、あ、ないです、はい、じゃあ、うん、OK で、ここの頭のさ、頭蓋骨の閉じ具合とかも見るんだけど、うん、見なかったもんね、触って分かったんじゃない触ってた、頭、頭触ってたでしょ、あ、そう、見なかった、うん、はい、股関節をこうギュッてやってるのみたい、はい、そういうのちょこちょこチェックはしたんじゃないのかな、その行動チェックはしてなかったけど、うん、まあだからこのお話ししてる中で変な動きがないかとか見てたのかもね、はいはい、なるほどね、はい、わお、身長が 78.9 だったね、80足らずね、いかなかったね、はい、体重が 10? 10.4 とか大きくなったね、ね、だって生まれた時2530だからね、4倍ね、さっきあの公園から帰ってくる時、うん、前の家のおじさんが、うんうん、大きくなりましたねーっつってびっくりした、なんかさ、頭身がさ、うん、大人っぽくなってきたんだ、そうなんですよ、なんか赤ちゃんというか子供になってきたよね、幼児だよね、うん、ちゃんと幼児、姉さんに、赤いちょっとタッチして、はい、タッチして、ポーズポーズポーズ、イエイ、赤い、あっちでポーズ、あっちポーズ、あっち見てポーズ、ポーズしない、これあ、うん、カメラ、これで、そうやって、これでタッチして、やらない、やらない、あんなポーズしたのにね、はい、はい、あと3分ぐらい、あ、3分しかない、2分半、はい、あと何だろう、あと何かなんかないの今、最近の、最近のトピックス1000人超えました、ありがとうございます、チャンネル登録者数が1000人を、はい、1000人を超えまして、ああそうだ、それについてもね、なんか変なコメントがあってさ、はいはい、変なコメントあったじゃん、あったね、君が憤慨したやつね、そう、違う、でも私あれはなんかもう怒っていいのかなと思いつつ、まあ、イラッとはしたんだけど、はい、で、マコに相談したら、マコがすげえ怒ってたから、うん、珍しいじゃん俺がねマコが怒るの、だから、あ、じゃあ怒っていいんだと思って、もう大存分ぶち切れた。俺はカブローに対してね。そう。でさぁ、いや、なんかさ、いや別にさ、はいはい、見なきゃいいじゃんって思うわけ。はい、そうですね。だしさ、いちいちコメントするさ、時間さ、もったいなくないって、あの、しかもあんな長文いただいてさ、ね、一文字何秒だとしてもさ、ね、暇なんだなぁ。でも、そのおかげで、まあ、ツイッターとかでさ、いろいろ宣伝とか喋ったおかげで、そうそう、登録者数がそうとか、いつもより再生数がさ伸びたりしたから、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、よく言ってる意味はよくわかんないんですけど、ね、そう、これはもう何、あからさまじゃなく公式な炎上商法みたいな感じになってるね。まあ、炎上もしてないけどね、ぼや騒ぎぐらいだけど。ぼや商法。はい、そういうわけでちょっと。今絶賛編集中なんですけど、うん、ちょっと僕のツイッターでやってたロケが、うん、ね、私まだ喋り足りなかったごめんまあいいや、はい、1000人突破記念のロケをしたので、はいはい、そのロケを、うん、まあ、編集が完了し次第、うん、はい、やりたいと思います。 あとね、生配信、そうですね、だからそのロケの前に、ロケを配信する前に生配信をやろうと思ってます、
なのでそのロケの配信は多分夜、うん、夕方生配信ちょっとしてそこから、うん、なのかなと。そう、ね、はい、DDT 人気レスラー総出演の、うん、私出てないよ最後ちょろっと出てたな、明かりだけかはい、なんかね、みんなで楽しそうなのやってたね。楽しい、はい、かった楽しかった楽しかったけど、あー10分10分経ちました。はい、明かり10分経った、終わるよ終わるよ、うん、よし、みんなにバイバイしようか。バイバイしよう、おいで、はいよ、ひっついた持っておいで、おいで、はい、よいしょ、そう、はい、座って。ちなみにこのひっついたっていう絵本が関西弁なんですよね、うん、これがもう10分終わってから、どうやってちゃんとした関西弁でいつか誰かに読んでもらおうと思います。はいはい、はい、じゃあというわけで、はい、以上みこまこチャンネル10分一本勝負の回でした、はい、チャンネル登録高評価、はい、明かりが可愛いなと思ったらよろしくお願いします。お願いします、明かりさん。はい、じゃあ、はい、バイバイするよ一緒に。以上みこまこチャンネルでした。バイ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 、あかり、バイバイ。バイバイ。得意のバイバイ。得意上手。あかり。はい、おしまい。ねえ。かわいいね。はい、お疲れ様でした。